皆さんこんにちは。ビブラクリエーション代表高橋貴子です。こちらの動画ではですね、今回敬老の日、9月の17日に開催されるイベントの内容について少しお伝えしてみたいと思います。このイベントはですね、もともとそのシニアの方の、尊敬を込めてですね、当日楽しく過ごしてもらうためにはどんなことがいいのかっていうのを私考えた時にですね、ネットでふと見ましたら、今のその年代の世代の方っていうのは敬老の日をそもそも祝われること自体をあまり好ましく思わないっていう方が約半数いるということを、分かりまして、その方たちがじゃあ喜んでくださることは何なのかっていうのを考えた時に、もちろん私の領域っていうのは教室開業とかのコンサルティングの領域になりますので、皆さんが本当にその日だけでいきなり先生になれるっていうわけではないにしても、むしろ祝われるというよりは、そういう自分になって、まだまだこれから私いけるよという、あの教室企業プチ企業ということで体験をするようなイベントがあったらいいのかなというふうに思いまして、組んだのが今回のイベントです。でせっかくやるのであれば、例えば昔憧れていた、料理教室の先生、教室パンお菓子とかいろいろありますけどね、その教室の先生風にちょっとなってみようということで、5分ぐらい講義の方、こちらの本当の先生がやってるのと全く同じことをやるだけで構わないんですけれども、ちょっとそういう体験を、娘さんないしはお孫さんと一緒にご参加いただいて、教えるような自分である、からこれからまだまだ人生楽しめるよっていう、むしろ独立記念日であるっていう、そういうふうに敬老の日をしたいなというふうに思いまして立てたのが今回のイベントです。でしかもですね、今流行り、去年ぐらいですねブレイクしたレインボースイーツですね。なので今日私こんな格好しております。レインボーカラーのね、スイーツを作っていく、チーズケーキとあとクッキーですね、これを最初からやるとものすごく時間がかかってしまうので、作り方をお教えするので一番おいしくて楽しいところと、あと実際に出来上がってお写真を撮るような、そういったところを楽しんでいただけるといいかなというふうに思ってます。ぜひこれからですね、さらに、長く活躍して人生を楽しんでいただきたい、そういう思いを込めまして、非常識な飛ぶ方の常識と書きますが、女神のコンサルタントからの贈り物として、今回のイベントを立てさせていただきました。ぜひこれをきっかけに、今後とも元気に楽しく動いていっていただけるような、そんなシニアを応援してみたいと思っておりますので、皆さんふるってご参加いただけたらと思います。会場でお会いできるのをお待ちしております。それでは。